グリーンズのホームページをご覧の皆さん、こんにちは、キャラバンです。こんにちは。ですね、12月といえばキャラバンには12月という曲があるんですが、それをグリーンズの力武くんがすごく好きでいてくれて、それを大阪で聴きたいばかりに始めたイベントなんじゃないかと思っているんですけども、毎年恒例となってまいりました、大阪ユニバース 2days がいよいよ差し迫ってまいりました。3年前に初めてユニバースにやらせてもらいまして、なんせもうリハーサルの段階から空間にすっかり俺は魅了されてしまいまして、ネオン管がこうステージにバーッと走っていて、すごくこう本当に何とも言えない今のこうデジタルな LED な明かりではとても再現できない、あったかみのある、なおかつ未来的な、なおかつ懐かしい、すごい不思議空間でですね、またこうライブをしたいなと思っていたら、こういうふうに毎年ありがたいことにワンマンで 2days という、しかも 2days ということが実現してできていまして、で今年もいよいよそんな時期がやってまいりました。今年はですね、12月の9日と12月の10日、2日間になっております。これは金曜日土曜日なんですけども、ちょっとオープニングの時間が違ったりはするんですけども、ぜひどちらかでも構わないし、両日来ていただいても構わないです。ちょっと今年早めの、忘年会をですね、皆さんと盛大にできたらと思ってます。セットリストなんかもちょっと弾き語りで、ロンサムキャラバンという弾き語りのスタイルでやります。そんで Song for Universe というタイトルをつけて毎年やってるんですけど、セットリストも毎年こう変えていて、なんでこう同じライブには決してならないですし、両方来ていただいても絶対楽しめると思いますので、ぜひ皆さん2日間がっつり遊びませんか。ユニバースで待ってます。よろしくお願いします。それからですね、今年はいろんな本当西の方へ行く機会が多くてすごく楽しかったんで、またこう今年最後にもう一回大阪に行けるっていうのが本当自分は嬉しいです。ぜひ皆さん大阪で笑顔で乾杯しましょう。そんなわけでユニバースで会いましょう。キャラバンでした。